ワンダフルフォーミュラー、ナイルトンの思い。テレビ局、スタジオ、日本のテレビのバラエティの収録中のナイルトンとルイーズ。こんにちは。この番組に呼んでもらえて光栄だわ。ね、ルイーズ。うん、お招きありがくい。ルイーズ、ありがくいではなくてありがとうだよ。ありがとう。ありがくいって言えば、数年前アリクイノーズと揶揄されたマシーンがあったわね。エイリアンノーズっても言われてて、ナンセンスだったよ。ワンダフルフォーミュラーのマシーンは速さも重要だけど、エレガントじゃないと。ごめん、ナイルトン。私最初からミスっちゃって。大丈夫、芸人さんたちも笑ってくれたし、見てくれてる人もきっと喜んでくれたと思う。そうかな、だといいな。自信を持って。これは日本で応援してくれるファンを楽しませるための場。中途半端じゃ喜ばせることはできない。そっか、そうだよね。さすがナイルトン。でも私ができる本当の恩返しはレースで勝つことだわ。何があったとしても私は必ず勝利する。どんな手を使ったとしてもね。うん、そうよ、ナイルトンなら必ず勝てる。その姿見せてよ。応援してくれるのは嬉しいけれど、私の背中を追いかけるだけじゃなく、私と並ぶつもりでいなさい。あ、もちろん、私だって負けないんだから。その息よ。でも最後に勝つのはこの私、神に愛された私の走り、見せてあげるわ。